平野紫仕様、新ユニット、ナンバー・アイの仲間たちとの、マジリスペクト、ショットにファン興奮。キングプリンスコープの脱退後、平野紫仕様が新たなユニット、ナンバー・アイを結成し、その活動が注目を集めている。その中で、平野が仲間たちとの親密なショットを公開し、その背後に隠れたストーリーがファンを魅了している。 彼のインスタグラムで公開された4ショットには、神宮寺勇太、騎士雄太、そしてダンサーで振付師のキャズセファイヤーとの交流が垣間見え、その中で彼が表現した、マジリスペクト、とは一体何なのか。本校では、平野仕様の新たな一歩に焦点を当て、彼と仲間たちの友情とプロフェッショナリズムが織りなす物語を追っていく。 新たなユニット、ナンバー・ I の誕生平野仕様は、キングプリンスコーンの脱退を経て、新たな音楽の旅に挑戦している。その一環として、神宮寺優太、岸優太との新ユニット、ナンバー・ I を発表し、その活動がファンをワクワクさせている。彼らの最新の仲良しショットが、その絆を証明しているようだ。 仲間たちとのマジリスペクト、平野がインスタグラムで公開した4ショットには、ダンサーで振付師のキャズセファイヤーも加わっており、この写真に込められたマジリスペクトの言葉が注目を浴びている。彼のコメントには、カズは出会ってそんなに時間は経ってはないけど、めちゃくちゃ仲良いよね俺ら M。 人間もいいし、何よりみんな惚れるような表現力やパフォーマンス力を持ってるから、同世代のダンス界のトップを走るキャズにマジリスペクトしてるよ、との言葉が綴られている。友情の進化と表現力の共鳴これまでの投稿からも、平野と仲間たちとの絆が深まっていることが伺える。特に、キャズセファイヤーとのダンス動画や集合ショットを通じて、 彼らの友情と共通の芸術への情熱が垣間見える。平野が、これからも俺らをレベルアップさせてね、と述べる中で、彼らの信頼と共鳴する表現力が、新しいユニットの可能性を予感させる。ファンからの喜びの声この仲良しショットに対して、平野のフォロワーたちからは熱いコメントが寄せられている。とっても良い写真。仲の良さ。 相性の良さが伝わってきます。これからも楽しみにしてます音符いつもありがとう。いや、みんないい顔してる。これからがもっと楽しみです。また明日も上げてくれるの岸すぎるんだけど、といったコメントからファンたちの期待と興奮が伝わってくる。プロの視点から見た。 ナンバー i の可能性新しいユニットナンバー i はメンバーそれぞれが持つ個性とプロフェッショナリズムから生まれる化学反応が期待される。特に神宮寺と騎士、そしてダンサーのキャズセファイヤーとの組み合わせは異なる分野で培われたスキルと経験が交わり、新しいエネルギーを生み出す可能性がある。 振付師キャズセファイヤーの存在が加える要素キャズセファイヤーは単なるダンサーに止まらず、振付師としてもその才能を発揮している。その存在がユニットにもたらす影響は計り知れず、彼の振付によって生まれるパフォーマンスが、ナンバーアイを一層際立たせることだろう。未来への期待とファンとの共感平和しようと、ナンバーアイの未来に対する期待が高まる中、 ファンとの共感が一体感を生み出している。彼の親 u AGAIN TOMOROW? という締めくくりの言葉は明日への期待と彼がファンとのつながりを大切にしている姿勢を物語っている。平野紫耀の新たなユニット No.I の活動には友情、プロフェッショナリズム、そして表現力の共鳴が詰まっている。 仲間たちとのマジリスペクトが投稿された写真からこれからの活動がより一層期待されることは間違いない。ファンとのつながりを大切にし、未知の可能性に挑戦する姿勢が平野紫耀の新たな一歩をより輝かせている。これからも彼らの活動に期待し、その成長を見守っていきたい。